深掘りライブの30回目になります、えー。少しサムネイルも変えて新シリーズですね。育てる大学、育つ大学を作るのその1を始めたいと思います、えー。これの意味ですね。そしてどんな内容を話すのかっていうことを少し、今日は1回目ですので、少し概略的にお話をしようかなと思っています。えー、実は、 えー、あその前に、この深掘りライブですけど、これまではスタンド FM をホストに配信してきたんですね。27回目まではそうなんですが、28回目、前々回からすでに、リスンをホストに配信することに変えました。深掘りライブはね。えー、そういうことに変更をしています。で、リスンの方で文字を起こし、有料配信を基本にしながら、それをベースにしてノートの方にも、音声記事と、 文字起こし記事を載せていく。で、ノートの方は少し記事として、リッスンは文字起こし状態ですけれども、ノートの方は少し整えて、見出しもつけて展開する形になります。えー、それで、えー、なんでこのタイトルか。育てる大学、育つ大学を作る。で、これまで私立大学の運営と経営を考える、あるいは非営利組織の経営を読む。 などのお話をしてきました。それ以外にもちょっと大学関係の話はしてきて、今、えー、特に私学は自然淘汰の時代に入ったという話とか、それから、オンデマンド教育が日本の私学を救うというね、シリーズも進行中なんですが、そんな中でですね、結局大学の目的存在意義という、 ことが問われてる。まあ、前々から問われてるんですけれども、実はこの大学って一体何のためにあるのかということが、やっぱり前提にないと、で、そしてどういう大学を作るのかということの共通了解がないといろんな議論が上滑りしていくんですよね。オンデマンドより対面型の方がいいじゃないかっていう、そういうレベルの話になっちゃうんで、そうではなくてそもそもの大学の目的、 は何なのか何のためになぜ大学を作って、なぜ今存続させる必要があるのかそれは何を目的にしているのかっていうあたりをお話していきたいなと思ってるんですね。で、これ実は今も特に日本の私学、少子化の中で学生募集に躍起になってるので、大学の存立目的が学生募集。とにかく定員を確保する、あるいは学生を一人でも確保するっていう、 ところにシフトしてて、もちろん教育にも力を入れてるんだけど、それはむしろ本来の目的というよりも多大学との差別化とかね、あるいは、えー、なんとなく魅力のある、えー、受験生が、高校生が興味を持ちやすいものをやるっていうところに合わせてそもそもの目的っていうものをどうも見失ってんじゃないかなという気がするんですよね。 えー、ある意味目的喪失あるいは目的をこう見失っているような状態がこうあるような気がするんですよね。で、それで改めてそもそもなんで大学を作ったのか、その目的は何か、見学の精神というのはそれにどう絡むのか。単に学生を集めることが目的ではないわけで。で、教育はするんだけどもそれは 何なのかっていうことですね。で、これはいろんな議論があって、一つは歴史的にやっぱ大学の目的って変化してきたわけです。まあこれよく言われるのは高等教育はエリート段階からマス段階、つまり大衆化段階、そして今はユニバーサル段階に入ったんだという言い方がよくされるわけですよね。つまりエリート養成のために大学っはもともと作られた。 えー、国家的なエリートですね。えー、法学部とか、えー、作られたわけです。医学部も作られた。えー、それから教育学部ですね。も作られた、えー。国家エリート、教育エリートを養成するっていう目的でそもそもは作られた部分がかなり大きいわけですよね。それからあとは近代化、産業化、工業化。こういったことをお まあ、欧米追随ではなくて、国産でね、やるためにやっぱ高等教育が必要だった。そういう意味では理工系の教育ですよね。だから重視されたのは理工系、医学部系、教育系、法学系っていったところがかなり重視されて作られたわけです。で、もちろんベースとして、えー、ユニバーシティっていうね、欧米の制度を入れてきたわけですから、最初はヨーロッパの制度。 を入れて、その後戦後アメリカ的な制度がだいぶ入ってきたわけですけども、そういう、まあ欧米の近代化に学んで日本の大学制度、教育制度は整えられた部分がかなり強いので、えー、そういう意味では、いわゆるグローバルなスタンダードとしての文学部とか哲学とかね、そういった要素も入ってるんだけど、やっぱり日本の大学は軒並み理工系、 変調。そして医学部、教育学部、法学部っていうのはね、かなりこう比重が高かったっていう部分が、まあ、これ過去の時代ですね。で、それが、えー、いわゆる大衆化と呼ばれる段階に入ってきたわけです。これエリート段階っていうのは就学率が15%未満という、まあ、これある方がね、アメリカの教育社会学者の定義がよく使われるんですが、 15%を超えたらマス段階、大衆化段階に入ったと。大学の大衆化ってことがよく言われるようになったわけですよね。だからそれまで、ところが大学の教育とはエリート養成の教育過程からあんまり変化しないわけですね。結構保守的だから。だから大衆化にうまく対応できない。で、そこで起きたのがいわゆる学生紛争だと言われてたりするわけですよね。 大学の大衆化状況の中で学生紛争がこう起きたなんていうね、説明をする人もいるわけですが、日本では1960年代後半から、いわゆる大衆化段階に入ったということなんですね。で、いわゆるユニバーサル段階と言われる段階に今はすでに。